私が大好きなバターのやつと、このサンドイッチめっちゃ美味しい、可愛くて美味しくて、なんか雰囲気もいいじゃん。あ、羊だ。あ、あのすごい大好きなバターのやつとサンドイッチ。ふうちゃんこれ食べたい。絶対これ、この3つは絶対買う。いいです、バターのやつ。これと、これ2個と、これ1個と、他にはこういうのもいいですよ、この人とか。バターが焦げてる。チーズポケットとかも美味しそうだね。
広げたら子供用。違う違う、これママ用にこれ買っていい？冷蔵庫に絶対貼りたいの。うん、あと皆さんが協力なんで。はい、ありがとうございます。ブレッツェルだと思ってたらブレッツェルなんです。あ、トイツ保存機で、ブレッツェル。ブレッツェル。これ面白いやん。まるで。本当は美味しいコーヒーとかテイクアウトしたかったな、うん、せっかくだから、はい、じゃあバナナジュースおいでておいで、食べよう食べよう、はい、何から食べようかな。まあ絶対サンドイッチは食べるでしょ。うん、めっちゃ美味しそう、ブレッツェルサンド。とりあえずこれも食べる。え、こんな食べれないかな。めっちゃ可愛くない、マグネットてかさ、すっこれリアルじゃん。私一瞬なんかお菓子かと思ったもん。これもここ置いてさ、うん、プレッツェルもなんかクリスマスっぽくない？プレッツェルクリスマスっぽいっていうのはちょっとわからんけどいいね、このプレッツェルのさマグネット、うん、なんかドイツがいつもそこにあるみたいな感じそうおいしい、おいしいこのサンドイッチめっちゃ美味しい。もう見た目ですごい美味しそうだもんね。うん。なんかドイツに行ったらさ、これがこう棒にぶわって刺さってんの。で壁にかかって売ってたりするんだけど、それがね、可愛かったんだよな。まだ眠きってる。入って。
英語の中にお月様があるの？あるらしい。ちょっと見てごらん。どれどれ？バツって書きますね。バツ。うん。飲みすぎちゃうね。やん。気をつけないと。ね。なんかすごいあそこにいるのが可愛くない？可愛いね。ブレッツェルってなんであんなに可愛いんだろう。すっごい可愛い形してない？可愛くて美味しくて。なんか雰囲気もいいじゃん。美味しいのはわかる。うん。今から付けする？サンタさん。サンタさん。まあ、サンタさん喋る？サンタさん、その子は喋らない。でもママの言葉で喋る。サンタさん喋るから。うん、分かった。サンタさん。何ゆりちゃん。サンタさん、お目目がないけど大好きだよ。ありがとうゆりちゃん。さあじゃあとはほら、ツリーもあるよ。でっかい。だって木に火がついたらどこにしようかな。あ、ここがいいね。
こうでいいかな。できた？できた、見て。こんな風がいい。かわいい。わ、ボールだ、ボール。あ、羊だ。かわいいね。赤ちゃんの羊。ここに飾ってた。いいよ。せーの。おぉ、かわいい。これでいつもつけたらいいんじゃない？ずっとつけとく？ここら辺にしてあげたらちょうどこの上に来るよ。猫のサンタさんはどこにいるのかな。もうすぐ朝ごはんできるよ。うん、起きてよ。起きれる、うん、ちょっと待ってね、うん、さあ、スープは危ないからママ持っていくね。端っこ。ありがとう。端っこ持つから。いやー、熱いの、熱いの。まだ熱いからね。あ、ベーコンある。ベーコンあるよ。これゆりのにはね、ベーコンと、あとコーンが入ってるからね。痛い。よいしょ。はい、あとはママの。よいしょ。楽器じゃないんだから。みかん叩かないの。トン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 。よいしょ、ちょっと詰めてください。よいしょ。Thank you.
あ、カブ美味しいね。うん。温まるね。うん。この葉物、すごいシャキシャキするね。うん。あれはカブの葉っぱよ。ね、なんかそのシャリシャリで美味しいよね。うん。なんか食べにくいな。食べていいの？ママ、もう一つみかん食べたい？いいよ、あげる。自分で剥く？プフって言ったね。プフって言った。今日どうしようかな。あんまり天気が良くないんだよね。うん。朝からちょっと雨も降ってるし、なんかキャンプグッズでも見に行くか。あ、そうする？なんか冬になるとさ、うん、ニューアイテム欲しくなるよね。なるね。やるとその刃が負けちゃうことがよくあるので、バブニングするときはなるべくこう端っこから少しずつやっていく方が、そう、最初にある角を削ってまたその角を削って、ずーっと繰り返してこうやろうってこと、こんな感じですね。一回やってみますか。そんな薄いんですね。まあ本番はもうちょっと分厚いのがよくある主流のあの目指してくるんですけど、刃の角度とかこうやってきて、あ、どうできてきてるできてるかね。ご褒美のガチャガチャで買ったやつだよ。そうなの？